怖いなぁ、怖いなぁと思いましてね。どうも、稲川、怖いです。今日はですね、私が高校生の時、夏合宿で体験した実際のエピソード、ちょっとボリボリうるさいよ。怖さが半減だよ。仕切り直していきましょう。これは私が高校2年生の夏、部活の、ガッホーイ！これは私が高校2年生の夏、部活の夏合宿で体験した時の実際に体験したお話です。はい、というわけでこんにちは。今日は私が高校生の時に実際ちょっとだけ飲み物通るんですけど、人がいっぱいいるんですけど、私が高校生の時に実際体験した怖い話っていうのをしていこうと思います。よろしくお願いします。セットとかしちゃおうかな、ここに。本番5秒前、5、4、3。いやー、怖いなぁ、怖いなぁと思いましてね。どうも、稲川こももです。今回はですね、私の漫談にお越しいただいて、皆さん、ありがとうございます。今宵訪れたのは、トゥントゥン。右からリナ、ルッツァン、シオン。そして大事。ですね、今回夏もねそろそろ近いということで、私が実際に体験した怖い話を皆さんにお聞かせしようかなと思いまして、よろしくお願いします。この女、話の前に顔面が怖い。皆さん、寝言に返答すると呪われるっていう話って聞いたことありますか？ない。私が部活の夏合宿で実際に体験した出来事でございます。私たちのね、宿泊した合宿場っていうのがすごく山奥の方にありまして、近くのコンビニまで行くのにも車で10分15分かけて行かないといけない、人里離れた場所にある合宿場でございました。もう合宿場自体もかなり雰囲気があるところで、写真を撮ったらオーブが映ったりとか結構していたんですね。と、私たちの部屋っていうのが6人部屋でした。いわゆるホテルの一室というよりかはね、コテージ的なところでですね。で、下にベッドが4つあって、で、上にロフトがあって、ロフトで2人寝るみたいな感じのお部屋だったんですね。まあそこのお部屋で、私とね、もう一人リナって女が夜更かしだったんで、で、他の全員はね、下のベッドでもう寝ちゃってたんですけれども、私たちは本当に深夜遅くまでね、お話をしていましたと。深夜も深まってきた頃に、リナが、寝言に返答すると呪われるって話って聞いたことあるっていう風に言ったんですね。お部屋に一人ですね、寝言をよく喋る女がいまして、あゆって言うんですけれども、じゃあ次あゆが寝言を喋ったら話しかけてみようよっていう話になりまして。で、本当に2時回ったくらいですかね。あゆがそれまではもう言葉になってないような、なってるような、みたいな、あやーやーみたいな寝言だったんですけどね、深夜2時過ぎた頃から急にはっきり喋り始めたんですよ。ねえ、どうして言ってくれなかったの？って、ボソってつぶやいて。もうリナはテンション上がっちゃって。どうしたの、アユ？何？もう一回言ってよ！アユに返答したんですね。そしたら、アユがまた。ねえ、どうして言ってくれなかったのよ？さっきよりもはっきりした声で返すわけですね。でも、私はちょっと怖くて、おじけづいちゃって話しかけられはしなかったんですけども、リナはもうすごいテンション上がっちゃって。何？どうした、アユ？もう一回言ってよ！ワンモアタイム！って言ったんですよ。そしたら、アユが。ねえ、どうして言ってくれなかったのよ！叫ぶんですね。さすがにおかしいなと思って、リナがすぐに下の様子をロフトから覗き込んだの。そしたら、ねえ、アユが起きてるっていうわけです。リナによるとね、アユが起きてずっとこうやってこっちを睨んでいるんですって。で、私もすぐに確認しに行ったんですけれども、私が見に行った時にはすでにアユはね、布団をかぶって爆睡していて、寝言に話しかけた人だけがそいつの目を見ている、そういうお話でございます。というわけでですね、今日はですね、実はこの話は TikTok ですでにお話ししてる話なんですけれども、 TikTok のコメント欄で嘘だろとか聞いたことあるぞこれとかめちゃくちゃ言われましたんで、今日は本人を呼んでおります。本人どうぞ。本人どうぞ。いなちゃんでーす。どうもー。寝言に話しかけて呪われた女でーす。どうもー。本当なんですよね、この話は。もちろん本当でしょ。本当に見たんですよね。見たよ見たよ。
見たって待って、待って、どう反応したらいいか分かんないよ。実はこの女、こんな見た目をしておきながらアンチが怖いらしい。頑張って、演技、演技始める。ちょいや、マジ怖かった、本当に。そんな例の顔の再現 VTR がこちらだ。めっちゃ怖い。怖いのがね、この話は終わりじゃなくて、実は、ね、この後もしばらくね、怪奇現象みたいなことがちょくちょく起きてですね、なんかこうロフトに登ってくる足音、ギシギシギシって足音、今ちょっとカメラずれましたけれども、うん、こんな上で怪奇現象が起きるんですよ。怪奇現象、怪奇現象がね、リナがあのね、見たね、顔がこう寝てるじゃないですか。で、枕がこっち側にあるとしたら頭がこっちだったらしいんです。顔でこうやって睨んだ顔をリナ見たんですね。だけど私が確認しに行った時に本当に差ない2秒ぐらいの差なのに、あゆは逆側に頭があった。なんとリナが見たアユとコモモが見たアユではこんなにも体勢が違うのだという。2人が確認した時間の差はたったの2秒。そんな短い時間で寝ている人間がこんなにも体勢を変えられるのだろうか。我々スタッフは寝相専門家のタイガロー先生に話を聞いてみた。そうですね、これは不可能ですね。やっぱり無理らしい。だからもう完全にそのリナが見たアユっていうのはもうこの世のものではないということなんですよ。皆さんもう一度、この世のものではない。